いのおしゃべりワイドショー。今回は日本古典芸能狂言の魅力をお伝えしたいと思っています。ゲストに来ていただいたのは注目の若手狂言師、はい、野村万之丞さんです。お願いします。狂言界の貴公子野村万之丞さん。猿もさんの万之丞さんは人間国宝野村万さんの孫で、旧姓野村万蔵さんの長男。現在は次男三男とともに狂言を若い人たちに見てほしいと、敷居もフラットな狂言会を開催。とても注目を集めているんですよ。そんな万之丞さんに川田町姉妹の私平野早苗がオリジナル狂言を見ていただくことになってしまいました。敷居が高いと言われる狂言に親しみを持っていただきたくて、もう恥を忍んでお目にかけたいと思います。いいよ。それがしはリポーターの平野早苗と申す。え、もう何でしたっけ。ござるですね。申すものでござる。もう一回言います。それがしはリポーターの平野早苗と申すものでござる。一月ほど前のことでござる。電車で藤沢駅から新宿駅へと向かっていた折に、ちと居眠りをしてしまったのでござる。すると我が手にあったスマホが椅子の上にぽとり、それを知らずに電車を降りてしまったのでござる。気がつけばない、ない、ない。慌てて忘れ物係へと向かい、忘れたものを尋ねると、おおおお、小田原駅にあるということでござる。ほっとしたのでござる。スマホは首にかけているのが一番と存ずる次第でござる。以上でございます。いや、素晴らしいです。素晴らしいでございましょうか。ああ、素晴らしいです。ちゃんとあの道中の過程を歩きながらね、やってくださって、舞台をしっかり使って、狂言をしてくださいました。何点ぐらいでしょうか。いや、もう本当に、95点ぐらい。やったー。万之丞さんの名前って300年続くすごい歴史のある名前じゃないですか。襲名することによって周りからの見る目が変わるっていうことが自分にとっていい意味のプレッシャーになるんだと思って、ハンバーガー屋でアルバイトのセットっていう、ハンバーガー屋以外にもバイトしたことあるんですけど、引っ越しのなんかバイトやったりとか、妙にあの姿勢よく物事を、かもしれないですね。皆さん、チャンネル登録と高評価、コメントもよろしくお願いいたします。